ことをされた方が東本願寺の方にお祭りしてらっしゃる親鸞聖人なんですよね。昔は仏門の世界は恋愛禁止って言われてたところ、恋愛されて結婚してらっしゃるので、そういうパワーがこの辺りにあるんじゃないかなって言って、ある方からはおっしゃっていただいたんですよね。でプロポーズされてっていう時に、親鸞聖人のパワーというか恋愛の何か運気を上げる何かがあるんじゃないかなって言ってね、言っていただきました。この創業は大正3年、はい、からさせていただいております。こちらの旅館はもともと前の東本願寺をお参りされる北海道の方が泊まってくださる宿坊だったところを大正3年買い取らせていただいて、お旅館、あ、北海館、はい、小西です。初代玄関の方へ掲げさせていただいた看板となります。こちらの板なんですけれども、この板は船板、はい、船の板ですね。で作られています。もともと小西の方は島で松江の出身で、松前船の会社をさせていただいておりました。この網代天井は釘を一本も作っていない、もう昔のそのままお茶室作りのような形を、残したままで、20年前です。改修工事をさせていただいて、リノベートして、この天井はもう20年、この天井も100年以上前ですね。そうですか。はいはい、昔のままです。すごいですね。でお風呂は全部ヒノキを使ったお風呂でしたね。階段は松の一枚板の階段なんです。もうこんな材質は手に入ることができないすごい木なんですよ。で、玄関入っていただいて真正面にこの階段でしょ、今はもうこういうところは少ないですけど、これは代々昔はこのような形で玄関に大きな階段をっていう、そのままのこの階段はね、皆さんおっしゃってください、値打ちだねって、歴史やねっていうふうにおっしゃってくださいます。これ全部一枚板ですから、合板じゃなくて。すごいですね。もう何万人、いやどうなんだろう、の方がずっとこの階段を踏みしめて、はい、いてください。歴史のある階段です。いいですね。はい、大正と昭和と平成とを生き抜いてきている。春は桜が手前咲くんですよ。でね、このイチョウにも若葉がこう出るんです。すごい綺麗でね、で真冬はどうなるっていうと、この木だけなんだけど、そこに雪が降って、月明かりが当たると雪の花が咲くんですよ。あ、そうですか。すごいすごい桜のようでね、っていうか大輪のようですごく綺麗。ここあるじゃないですか。これはね、はい、これはね、ごま竹の皮を、こんな風にこう養生してあるんですよ。傷まないように。こんな細工ができるのは、もうよほど優れた大工さんしかできなかったものらしいです。小さいですが、節のない無垢の一枚だね。小さな上品な欄間を作らせていただきます。こちらの方はサルスベリの木です。で、これはどうしてか、山奥でカズラ巻いた、そのままのものを、このタコ柱に持ってきてもらっています。天井、ご覧ください。はい。ヨシズを使った船底天井です。それぞれに、サネム銅板やったり、ここは竹やったり、これ
でもなかなかね、面白いですよね、正直言うとね、そうですね。So now I'm outside the ryokan or Hanabo, and as you can see, it's really close to Kyoto Station. And I have chosen a nice yukata for the occasion, and the service has been impeccable, so I can really recommend this ryokan. This is absolutely great if you have never tried to stay at a ryokan before.Then this could be quite a nice first experience for you. And a beautiful ryokan. ギリギリですね。固まるまでちょっと12、3分ほどお時間頂戴しますが、そのままでも結構ですし、手前のお出汁もご用意してますので、ご用意ください。じゃあコーヒーとお茶ね。